今日は宮崎県北浦に磯釣り、瀬渡しの磯釣りに来ております。初めての磯釣りでよく買っては分かっておりませんが、なんと、蒔絵をですね、こうやってギュッとやって手前に、寄せるいやいやよ、まあ右も左も分かりませんので質問はしないでください。あ、ヤガラがいます。あ、これ見えてないな。ですね、水中はこんな感じ、ヤガラ顔です。見えるかな、見えない。あ、もうちょっと行っちゃいましたね。今あの辺に魚群がいるんですけど、本命ではないザコを手前に寄せて本命は沖で釣るという釣り方をするそうです。さあもう一度、巻きを巻いてみましょう。さあ見えるかな、あれはザコです。いらないやつですね。こんな感じで、普段やらない、磯釣りを今からやろうと思います。これがアイゴ、通称こちらではバリと言ってるやつです。これの背びれに毒があるんで、これを今からハサミで切ります。あの先をですね、バチバチ、はい、こうやると、なんとか毒は来ないんで、先端だけ、これ全部、これ下もです。あー大変、うひょー、これも下、うん、これが刺さるとえらいこっちゃです。えらいこっちゃです。お疲れ様です。大橋くん、本邦初公開になります。ヤガラ、ヤガラです。どれどれ、逆光で全く見えません。しかし撮影には行かないとヤガラ見えるかな。ダツ、ダツ、ダツ、あ、ダツですね。ヤガラじゃなかったな。シュー、抜けていくじゃない、あんた沢まで難しかった。入った、おー、サヨリ？いや、俺もサヨリのでかいかと思ったんですよ。ギャンデキャドラでしょ。いやいや、サヨリよ。サヨリでかいと思ったよ。ほら。あ、これ。でも、なんかこのケツの模様があったんですよ。ああ、確かに。ヤガラでもなく、サヨリでもなく、脱の、はい、一言、どうぞ。脱力感。うわー、来た。今度はカツオらしいです。邪魔しに来ました。ちっちゃーカツオ、サイズは小ぶりですがカツオだね。そうだかな、これもカツオは種類を取る。はい、カツオです。間違ってジーソーに引っかかったのを取ろうとしてたら、なんとカニが釣れました。ですね、ちゃんとハサミに引っかかってます。あ、いかん、ラインを切られるといかん。こらこらこら、やめろ、やばい。カニの足でこいつですね、さっき踏んじゃいコッパグレが釣れました。しまーし、ギャッツだぜ。はい、あれ違う、ちょっと光ったね。違います。むむむむ、やめとこうか。はい、終了。最後の一投です。時間は、13時20分。潮が止まった。流れが変わってしまいましたね。散々打ってた巻き絵が全然効かない、あっちの方に行ってしまいました。カモメが2匹、あざ笑われるのか。さてどちらでしょう。こうご期待。入った。
はい、乗った乗ったぞ、名人名人、おお、ダツか、ダツ名人だそうです。ダツでもいい、ダツが飛んでいる、暴れてます。ダツ、ダツ、ダツでした。うわ飛んできた、よいしょ、危ない危ない危ない、よっしゃー、と足で挟んで、ね、で横にせずに引っ張ってきます。釣れましたよ、はい、ダツでした。最後の一頭を見事、約束を果たしてくれた名人、一言、大橋がどこが一番良かったところ、ああそうですね、大橋です。